アドバンスエアスポーツ所有機、セスナ T207A ステーションア7リンゴを片取った案内標識アップルポート余市は、北海道余市郡余市町にある農道離着陸場。北海道や余市町が国の補助を得て建設し、1997年9月に開場した。正式名称は、北シリベシ地区農道離着陸場。または、余市能道離着陸場。 よい空港とも呼ばれる。シリパミサキと市街地のほとんどを一望することができる、よい町島南部の小高い丘に位置している。スペースシャトルを壁面に描いた2階建ての管理棟1棟を有する。現在は農作物の構想に強用されておらず、最大離着陸重量が5.67トンを超えない、飛行機、主にセスナ機が使用できる離着陸場である。 滑走路を利用したスカイスポーツの利用、体験飛行やデモフライト、ラジコン操作、航空機の地上展示、スカイスポーツ教室のほか、各種イベント会場としても利用される。毎年9月末に開催される秋のイベントである、味覚の祭典では青果物、鮮魚、水産加工品等の即売等も行われる。またドクターヘリコプターや防災ヘリコプターの 離着陸場としても活用される。下記は栃木県栃木市に拠点を持つアドバンスやスポーツ社の主催による体験スカイダイビングが行われている。AB 与一町役場農道離着陸場の使用申請についてありがとうございます。